なみさん、こんにちは。まあ、緊急事態宣言がね、全国に広がって、そして、まん延防止、えー、こういうのもあります。大体、日本列島の7割ぐらいが、何らかの政府からの指示を受けてるのかなっていうところと、あと、そうでない時でもね、うん、日本全国、世界中かもしれませんけども、いわ日々意識するのが、例の感染症ですよね。まあ、こんな未来が来るなんてのは、追蔵2、3年前は全く想像しなかったと思うんですけども、この、 本当未来を想像することって非常に難しかったりするんですよね。ナ、ま、ミ、あ、さんのところもね、いろいろと心配事があって、YouTube の更新がちょっとできなくなったりすると思いますけども、またね、あの土日、この辺りを復活のめどにしていただければと思います。本当にお疲れ様です。それではまたお会いしましょう。